はい、それではですね、今回はこちらの、真っ赤なポルシェのご紹介をさせていただきます。こちらのグレードはですね、997カレーラ S カブリオレ、前期モデルの5速のオートマンのモデルになります。走行距離が4万7000キロで、先日弊社の顧客様からですね、お乗り換えの際にいただいたお車になっております。では早速ボディの状態を見ていきたいんですけれども、こちら2007年のモデルで走行がまあ4万7000キロ走ってるんですけれども、ボディ全体非常に綺麗です。大きな傷、小傷ほとんどなくてですね、強いて言うならばフロントのバンパーのところに少しまあ飛び石が少しあるぐらいですかね。その他は非常に綺麗な状態です。でアルミホイールも4本ともガリ傷なくですね、非常に綺麗です。あとはタイヤの方も前後ともだいたい7部から8部山ほどともにあるので、全然もうこのままで普通にお買い上げ後も乗っていただけるかなと思います。で、このお車に限っては非常にオプションが非常に多くついているので、そこが魅力的なポイントかなと思います。外観でいうとこの19インチのアルミホイールもそうですし、こちらですね、黄色のキャリパーになっているのがカーボンブレーキがこちら装備されております。このまあカーボンブレーキだけでも、純正のオプションでだいたい150万円ぐらいするブレーキのオプションなので、本当にこれだけでもですね、非常に希少性のあるお車になります。はい、それでは次にですね、エンジンルームとトランクスペースのご紹介させていただきます。こちら911のカレラなので、リアにエンジンで、フロントに収納スペースが設けられております。こちらかなりコンパクトなエンジンスペースなんですけれども、こちらに 3.8 リッターのエンジン搭載されているので、走りは間違いなくお楽しみいただけるかなと思います。こちらもですね、かなり深さのある収納スペースになっているので、実際お買い物とかしていただいてもかなり深さのある収納スペースなんで、全然実用性のあるお車なんじゃないかなと思います。でこちら閉めるときはですね、一気に勢いよく閉めるのではなくて、軽くここまで閉めていただいてから、押してですね、閉めるようにしてください。でちなみにこのオープンタイプになるので、このホロー、ここに収納されているんですけれども、こちらですね、鍵の長押しでホロの開閉も可能になっております。このようにですね、ずっとキーのボタンを押しているだけで勝手にホロも閉じてくれるので、非常に便利です。ですね、はい、で逆にこのボタンさらに長押ししていると、このようにですね、開閉することもできます。このような感じです。はい、では、続いて内装なんですけれども、まずシートの状態はですね、内装はブラックレザーで、若干のやっぱり使用感とか若干の傷は見受けられます。で特にこのランバーの部分はちょっと運転席の方が目立つかなと思うんですけれども、特にシートの状態とかは問題ないので、気にはならないかなと思います。で、彼ら全部そうなんですけど、後ろのスペースは非常に狭くなっております。ただですね、カブリオレで屋根がない分、最悪後ろの人でも乗れるのかなと思うんですけど、かなり窮屈ではありますけど、実際ですね、座ってみると、シートを少し前に出せば、こんな感じですね。最悪乗れないことはないですけど、非常に窮屈感はあります。はい、それでは車内のご案内をさせていただきます。まずエンジンなんですけれども、こちらのキーをですね、差し込んでいただいてエンジン始動です。まず車内なんですけれども、レザーは若干の運転席、傷すれは少し見受けられたんですけれども、その他は非常に綺麗な状態です。で車内の匂いもですね、おそらく禁煙車だったと思うんですけれども、特に匂いも気にならないので、普通に快適に乗っていただけるかなと思います。その他は、オプションについてなんですけれども、外装は、アルミとかカーボンブレーキついてましたけれども、内装に関しましては、まずシートがメモリー付きのパワーシート、
なっているのと、あとはこちらの方にスポーツクロノパッケージ、ストップウォッチも備わってます。で、先端の方を見ると、シートヒーターもですね、運転席と助手席で2段階ずつ調整できるものが備わってます。で、こちらの上の部分はメモリーナビゲーションも備わっているので、快適にお乗りいただけるかなと思います。で、非常に操作性もいいので、このようにワンタッチでですね、テレビの方に切り替えてもいただけますし、リバース入れていただければバックカメラも連動するので、交代時も安心かなと思います。あとはセンターの方に、収納ボックスも少し設けられているのと、グローボックスもあります。で、こちらの中に ETC も備わっているので、高速道路走行時は ETC レーンを通過していただけます。で、こちらカブリオレなので、フォローの開閉部分はセンターのシフトサイドレバーのですね、サイドブレーキの右側に備わってます。で、走行が50キロ以下であれば走行中でも開閉は可能なので、オープンで走行してて途中の、雨なんか降ってきても万が一の時でも閉めることができます。はい。で、センターのディスプレイにもこちら平均燃費が表示されているんですけれども、だいたい街乗りの乗っていただくとだいたい6キロ前後ぐらいかなと思います。で、高速道路だと平均燃費は10キロを超えると思うので、そこまで私の印象としては燃費の悪い車じゃないという印象を受けます。はい。では、このカレラカブリオレのご紹介させていただきましたけれども、本当にですね、この色の入る赤色のカラーに、オプションもかなり豊富についてて、かつオープンでという、本当に最高なお車だと思います。で、市場にもかなり数が少ないお車になりますので、おそらく早期の売却が見込まれます。なので、少しでも気になる方はですね、お早めにご検討いただいて、ご来店もいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。